違うんですよ。メイムシロ、ツンツンでしょ。綺麗綺麗、大丈夫綺麗綺麗綺麗テンポ、テンポって言います。テンポ、テンポ、テンポ、大阪弁かな、テンポって。テンポって言います。電ボ、電ボ、電ボの神様って、あの石切神社っていう神社があるんですよ。そこ行ったら、あの石切ちゃんの、あ、そう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 、ブラマヨの吉田がめっちゃ行ってるっていう石切神社っていうのがあるんですけど、じゃあちょっと一回散歩に行かないといけないんですか。汚くないから好きなんですね。じゃあ続いてはこちらです。お願いします。はい、エゴリ社長に遠隔操作されてる。実はね、ゴリ社長に遠隔操作されてたっていうのはめちゃくちゃ嫌やな。あのゴリ社長ってのはグッズの、あのグレープアッサーの、そうそうそう、社長しな、はい、バレたー。全部のその可愛いやるタイミングがプリケツのタイミングだよ。これも全部あのゴリ社長が操作してると思ったら嫌やな。今ボタン押したんか、ゴリ社長。そこにいるけど、だからあれか、あの船橋で一緒にロケの時に何もせずにボートを使ってるしな。そう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 、見てなかったです。操作に夢中で、こいつ、こいつ、こいつ、船橋のね、夜の街を徘徊してたら叩かれたっていう。やからやからがいるからね。じゃ続いていきましょうか、はい、続いての船橋、こんな船橋は嫌だ、こちらです。サコッシーとテッテ、すごい長時間一緒にいるんで、いい加減恋芽生えてんじゃねえかなって。それだけはだからこれゲスですよね。ゲスです、ゲス。一線超えてないですか。一線オフホワイトです。超えてない、大丈夫。オフホワイトです。オフホワイト出た。オフホワイトか。サコシ出てきます。いや、サコシさ、あの本当にこの会場にもね、ニーネネチャンネルのカメラ持ってくれって話だったんですな。はいはい、でもなんかね、休養ができたって。そう、で、来なくなって、インスタ見たら、あいつ沖縄にいるんだ。休みで行ってるんですよね。多分休みじゃなくて、あの策略的に休みにしたって感じだったんですよ。だからもう、よく用が入ったっていうのは、お前の用だろ。仕事ってわけじゃないんだ。仕事じゃない。まあまあ、でもね、リフレッシュしてますよ。そうですね。私ね、仕事決めていくことじゃないと思いますけど。じゃあ続いてのこんな話は嫌だ、お願いします。はい、左袖にスポンサーがあるんですよ。急になんか広告収入欲しがったんでしょうね。しかもこう上司なんですよ。大阪なんですね。上司、タイガースと一緒とか、あの家電量販店なんですけど、タイガースの袖に上司ついてるんで、それと同じやつついたら嫌やな。でここに、ちょっとあの、なんか加納農園とか言ってたら、ちょっとおしゃれかもしれないしな。あの農家から全部募集するし、なしんかも。これも嫌です。次に行ってもいいですか。じゃあ、はい、続いてこんな話は嫌だ、お願いします。代打がいる。忙しいから話に。そっか、切符の時とか多分行ったんじゃないかなと思ってね。まあ、別に行ってもいいと思うし。あっさり。なんならね、もうなんか20体ぐらいに増殖して全国駆け巡ったりと思うし。そんな増やします。でもみんな船橋の姿も可愛いけど、船橋の思想とかについてきてくれてるからね。思想？思想前の社長も武道館去年見に行ったんですけど、ふなっしー出てくるときに拝んでましたよ、こうやって。すごいもうスリスリしながら、もうふなっしーっつって、あれはすごいなと思って。そういう心境ですよね。ね、だからダメですよ、大丈夫ね。ちょっとボケ始めるとそれ怖い。ボケだったら嫌だな。じゃあ次行きましょう。続いてはこちらです、お願いします。実は梨が苦手。えーいやね、好きな果物の桃って言ってるんだし。違う違う違う、美味しいですよ。シャシャリしてみずみずしくて美味しいんだし。ちょうど今梨の時期ですもんね。ねえ、梨の梨、梨買ってない梨だ、そういえば。あら、買わなきゃ。でもフナッシーの梨あるじゃないですか、パッケージがフナッシーになってるやつ。あ、そうそうそう、あれとかフナッシーとか届かないですか、あれ。あ、一切くれない。そうなんです。あの人たちにフナッシーバイバイ
でも逆に僕らグッズを作るとサンプルをこうふなっしーさんのところに送るんですけど、最近もういい加減いらないっていうのすんごい量なんで、もうグッズがやばい、倉庫がね、もうゴミ屋敷みたいなやつ。だからもう売り切れてるレアグッズとかもふなっしーのところにある。ベッドスタッフいっぱいに売ってるしな。ダンボール開けたら賞味期限切れのやつが入ってる。いやでもそういえばさ、ほらクリスマスの時に子供たちがいけるから、そうね、あれでいいかなって思うしな。ふなさんだよね。ね、また今年もやってるしな。ね、5年目になりますけどね。次行きましょうか。行こう。はい。はい。梨は苦手なんですけど、こんなのが好きだったら嫌だなっていうのを次お願いします。お ？ATM です。ATM めっちゃ好きやったら嫌やなと思って。梨 ATM 大好き。梨が転がってくるんだし、かわいいですよ。現金20万円もどうせですないだし。次行きましょう。僕からこれスタッフ目線でちょっと書きました。はい、お願いします。裏ではめっちゃ怖い。何で在庫切らしてるだし、いい加減にしろだし。もうテレビ朝日で爆笑しようかとどうやってしてるだし。あの古舘伊知郎が驚いたし、古舘伊知郎が言うのどうやってやるし。いい加減なこと言ってますね。ちょっとね。まあまあ言っちゃないけど、ちょっと怖いぐらいの方が話しやすいでしょ。うん、でも安心してください。本当に優しいです。全くないです。全くないですよ。言わされてるわけでもない。怖いって逆に怪しくし。怖い話です。これ言っちゃいけないから怖いね。優しいですよ、いつも。次行きましょう。次お願いします。実は全然成長過程、2000年後やっと成熟なしんです。なし2000年に一度だった。やだ、シックスパックに言われてる。2000年にもう一回2000年後戻ってきた時に多分これぐらいになってんじゃねえかなっていう。もちろん身長3メートルぐらいです。あ、そうです、3メートルぐらいあってリボンもネクタイになってちょっと大人になるかなってフォーマルな感じになってもう正常に戻ってくるっていう。絶対子供が懐かないってことですよ。これも嫌ですね。いやいやな。次行きます。お願いします。めちゃくちゃチャラい。バレちゃった、ね、これショックでしょ。もうあの神田さんがやったらライブしてるでしょ。チャラついてんな。次が最後になります。お願いします。はい、お腹のリボンを引っ張るとってあるんですけど、少年よ、この赤いリボンを引っ張ってみるなしって言ってます。じゃあちょっと引っ張ってみてもらってもいいですか。あ、大丈夫。次のスクリーンお願いします。はい、ちょっと繋がってる。えぐいわ。実はね、ダスト、腸が出てくる。めっちゃ嫌でしょ。ね、でも最後これにしようと思って。あとは逆に、後味悪くしたろう。これでね、以上になります。ありがとうございました。やっぱ大阪のファンの方々、皆さん温かくてね、リアクションが良くてすごくありがとうございました。ありがとうございます。はい、次もまたまだあるんですよ、もう一コーナー。もう一つ大阪限定でここでしかないコーナーがあるので、では早速またゆずる。はい。じゃあ続いてはこちらです。お願いします。ドン。関西人の常識、関西ローカルクイズ。せっかくなんでね、ふなっしーにもっと関西のことを知ってもらいたいなということで、いくつか質問、クイズをご用意させていただきました。まずは1問目こちらです。お願いします。駅名クイズ、なんと読む。これね、結構ね、電車乗ってるから分かると思う。本当ですか。じゃあ、こちらお願いします。1問目です。これね、関西人でも知らない人いるかもしれないですけど、学研都市線っていう片松線っていうところの駅なんですけど、これ分かる分かる、分かります。じゃあふなっしーさん、回答お願いします。花で。おー、正解です。正解です。すごいですね。だってスーパー、玉であります。花で、それで覚えたんですか。花で中古車センター、多分関西人みんな知ってるんですよね。花で中古車センター知らないでしょ。花でって言った。あ、花でって言ったんですか。あ、じゃあ間違ってるやん。花でって言ったよね。花店です。花店って言ってらっしゃい。言った。正解。はい、正解。第2問こちらです。お願いします。ああ。
これでもね、読めるんじゃないかなって。ね、ペニャート。あ、この間ありましたね。ね、はい、正解です。正解はツイッターでーす。え、これ簡単でしょ。これ簡単でしょ。次難しいと思います。続いてこちらお願いします。うん、待ってるよ。これ難しいでしょ。え、分かるお友達。さすがですね。日本語？日本語です。結構大阪南徳地名多いんですよね。当てずっぽうでも船橋なんとなく分かる？記念ウッパ。ちょっとかっこいいですね。記念ウッパ。正解は？正解こちらです。綺麗売り割りでした。おお、売り割りか。これ難しいですよね。多分なんか意味があるんでしょうけどね、きっと。あ、なんか歴史紐解くと結構あるんですか？うん、多分あると思います。でも、 もう一問あります。はい。続いてこちらお願いします。これ難しいですね。駅もあるんですけど、これ難しいでしょ。これね、はい、読めるよ。本当ですか？お、ひばりが丘花屋敷。おお、正解です。すごい。知ってますか？ひばりの丘って国営があるんですか？あ、なるほど。ね、あっちはね、ひらがなだけど、うん、スカイラックの発祥の地らしいでしょ。対等にこの雑学を重ねてくるあたりが本当にね、指揮官がありますね。素晴らしい。だからスカイラックひばりの丘って言ってないけどし。おお。ひばりってちょっと。そういうことなんですね。そうそうそう、ええー、確認勉強させられました。すごいね。さすが、物知り。そういうところですよね。唯一無二な感じなんですね。思想がね。そう。さすが思想が。次のクイズこちらです。お願いします。次はね、画像を使ったクイズになります。じゃあ画像出ますかね。この建物なんだ？見えます？見える。すごいこのおしゃれな建物。消えた。そうそう、消えちゃうね。見えます？え、これあれじゃないの？あ、違うか。これね、舞島っていうところにあるんですけど、海沿い。これ建物の名前？建物自体が何の建物かの、何の建物か。これでも煙突じゃん、ゴミ処理場じゃないか。え、正解こちらね、舞島工場ゴミ処理施設でした。すごいですね。めちゃくちゃおしゃれなんですよ。これオリンピックを誘致する時とかになんかできたんですけど、なんかそのおしゃれにしてゴミ処理場っぽいっぽくない感じにしたいっていうことらしいんですけど、大阪の街並みでいいとこってさ、看板が全て立体的なとこいいんだしな。あ、アメリカっぽいですよね。アメリカっぽいの、こういうのもなんかいいんだしな。これだから USJ と間違えてくる人がたまにいる。それはそれでいいんじゃないけどし。600億円ぐらい買ったらしいですよ。大阪の血税ですよこれ。この財政なんだっつってもね。じゃあもうまだ質問あります。次お願いします。大阪市営地下鉄御堂筋線知ってます？船市もちろん乗ったことありますよね。あれ梅田まで行った時乗るだし。そうですよね。前御堂筋線で1万円落としたっていう話ありました、ね、懐かしいですか。もう4、5年前の話でしょ。でその御堂筋線のラインカラー赤色なんですよ、はい、アンライズとか、はい、なんでこれが赤色かっていうところのクイズです。色に意味ある？意味あるんですよ、うん、それぞれライン色違うんですよ、まあ、東京もそうじゃないですか、銀座線とか黄色とか色がいろいろあるんですけど、大阪市営地下鉄の御堂筋線は赤色なんですよ。分かった、意味があるんですね。あ、そう、分かった分かった。はい、大ダメ。お？え、違う、結婚じゃないの。お、なるほど、回答こちらです。はい、正解はこちらです。御堂筋は大阪の大動脈なので、ご動脈となりました。ありがとうございました。フランス、すごい名推理でしたね。結構有名なもの。有名？全部これ有名な駅しかないもの。あ、そうそうそう。ね、梅田からね、震災橋。なんか橋。ね、見通筋、なんだっけ、震災橋。震災橋。ね、そう。すごいね。淀屋橋とかね、新大阪も通りますし。ね、今度この先が伸びるっていうね。伸びる？どこ？伸びる、伸びるんですって。もうちょっと北大阪急行っていうのが伸びるんですよ。おちなみに大阪市営地下鉄も民営化するんですよ、来年から。え、かそうそう、民営化してなかったって。市営なんですよ、まだ市営だったってことですか。はい、なるほど。民営化して大阪メトロとかになるんじゃないかって言われてるんですけど、大阪メトロになったら大トロって略されるっつって、みんなそういうふうに今懸念してるんですよ。大トロ、いいじゃん、大トロ。